よIt's showtime! これなるは昔から語り継げられるロマンチストな物語か。あるところにシンデレラという清廉潔白な女の子がいました。シンデレラのお母さんは亡くなってしまい、新たに2番目のお母さんと義理の姉と暮らすことになりました。新しいお母さんは底意地が悪い。義理の姉たちもシンデレラの美しさに嫉妬していました。ほらシンデレラ、早く掃除を終わらせなさい。それが終わったら皿洗い。仕事はいっぱいあるんだ。怠けるんじゃないよ。なんて汚い格好をしてるんだい。でもあんたみたいに一日中仕事をするにはいい格好かもしれないわね。汚い汚いシンデレラ、愛にまみれたシンデレラ。ある日、この国の王子様が舞踏会を開くことになりました。ママ母と意地悪な姉たちは着飾って出かけていきましたが、シンデレラは連れて行ってはもらえません。一人泣いているシンデレラの前に魔法使いが現れました。シンデレラ、泣くんじゃないよ。お前に素敵なドレスをあげよう。かぼちゃの馬車にネズミの御車も。さあ、舞踏会を楽しんできな。ありがとう、魔法使いさん。でも魔法は12時を過ぎたら溶けてしまうからな。忘れるんじゃないよ。だからそれまでに帰ってくるんだよシンデレラ。そう言って魔法使いは最後にガラスの靴を履かせました。
舞踏会ではシンデレラは注目の的、そして王子様もシンデレラの美しさの虜になってしまいます。ああ、なんて楽しいひとときなの。でも、もう12時。戻らないと。待ってくれ、お嬢さん。あなたの美しい姿に、私は恋をしてしまった。ああ、行かないでくれ、マイハニー。王子様はその場に残ったガラスの靴に合う女性を妃とするとして探し始め、私ならガラスの靴に入るはず。無理やりにでも足を入れるのよ。しかし答えは明白。ガラスの靴に意地悪な姉たちの足は入らぬ。シンデレラが舞踏会に来てたはずはない。いつもあんな汚い格好してたのに。汚いシンデレラ。しかしガラスの靴はシンデレラの足にちょうど入る。こうしてシンデレラは王子様と結婚して一緒に幸せに暮らしました。